こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、ちょっとね、愚痴のね、話にね、なってしまうかもしれませんが、まぁ、ちょっとね、そういった話がね、聞きたくないっていう方はね、ここでね、閉じてしまっていいんですが、まぁ、お金のね、話、動画をね、したことに対してね、結構ね、批判的なね、まぁ、感想をね、いただいて、ちょっとね、自分もね、ちょっとね、その方にとってはね、自分のことをね、すごくね、攻撃的なね、言葉でちょっとね、批判してきて、ちょっとね、心がね、落ちてしまってるみたいな、そのね、状態で、ちょっとね、動画を配信するんで、その波動とかね、受け取りたくないって方はね、ちょっとね、この場でね、閉じてしまっても大丈夫ですんで、もしね、どんな批判だったのかっていうのを気になる方は、ぜひ最後までご覧ください。はい。それでね、ちょっとね、その方、公式 LINE、自分のね、動画の概要欄に必ず公式 LINE をね、載せているんですが、そこの公式 LINE から来まして、どのね、動画に対して言ってるのかもね、全くわからないんですけど、要はね、言ってみると、お金はね、すべてじゃないですってね、そういったね、ことをね、言いたい。これね、自分はね、お金はすべてじゃないっていうのもね、わかってますし、その動画だけ切り取ると、もしかしたらお金のね、話ばかりしていて、お金がね、すごくね、大事。お金よりね、大切なものはないって言っているのか、ちょっとね、どの動画なのか、全くね、自分もね、その方にね、いつも、どの動画見られたんですかっていうことを質問したんですけど、ちょっとね、その答えもね、もうもらってなくて、一回のね、メール、LINE でね、本当にね、すごい長文でね、ちょっとね、読むのもね、すごいね、大変なぐらいなね、長さのね、長文のね、コメントっていうか、感想だったんですけど、その方のね、言いたいことっていうのはね、お金だけが全てじゃなく、お金よりもね、もっとね、大切なものがね、あるんじゃないですかっていうようなね、そんなね、ことで、それね、中には時間だったり、人間関係、家族だったり、あとね、仕事だったり、近所付き合いみたいな、そういったこととか、その辺のことがね、書いてあったんですけど、これってね、僕に言わせればね、もう当たり前のこと、それ、お金よりね、大事っていうのもね、わかりますし、お金も大事だし、そっちも大事っていう、そんな感じで、その方が言うには、お金なんかよりもそっちの方が大事だよって、僕はね、お金も大事だし、それも大事だし、みんな大事だなぁなんてね、思ってるんですけど、その方にとっては、お金よりもね、全然ね、そっちの方がね、大事だっていうことをね、ちょっとね、言いたいのかなっていうふうにね、思ったんですけど、自分ね、そうやってね、動画をね、見てもらえるっていうのはすごくね、嬉しいことですし、10人いればね、2人はね、自分のことを嫌って、2人はね、自分のことを応援してくれる2対6対2の法則っていうのがあるっていうのをね、分かってて、そうやってね、批判する人もね、いるっていうのも分かってるんですけど、今回の内容はちょっとね、すごい攻撃的なね、言葉だったので、自分もね、ちょっとね、心なんかね、ぐさっていうようなね、そんなね、ふうなね、感じだったので、ちょっとね、愚痴っていう形でね、話させてもらったんですけど、時間も大事ってね、言っときながら、そのね、長文、どのくらいの時間かけてね、書いたんでしょうかね。本当にね、人とかね、そういった人間関係大事にしたいんだったら、そういう言葉ね、普段からね、使ってるのかなとかね、そういうね、あっちこっちで批判してるのかな、その時間ももったいないし、そういったね、人間関係大事にする人がね、そういった批判とかをね、どん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 ね、こうやってね、送るのかって言ったら、そこもね、ちょっとね、疑問に思ってしまって、そのね、時間が大事って言っときながら、自分も読むのにね、5分、10分ぐらいね、かかるような長文のね、内容だったんですけど、それをね、書くとなると、もっとね、時間かかったんじゃないかな、なんて、そんな風に思って、それをね、書く時間も持たないし、自分もね、なんかね、それを読むのにね、時間を奪われちゃったかな、みたいな、そんな風にもね、思ったりとか、時間をね、大事って言っときながら、時間をね、大事にしてない
方だなのかななんて、そんなこともね思ったり、それでお金をねすごい否定するんですよね。だからまあお金をねすごくね苦労されてるのかなとかね、そんな風にねすごくね感じてしまって、自分もねちょっとね心痛めたんで、こうやってね話をしているんですが、それでね、まあ自分ね、お金も大事だし、まあ人間関係とかね、まあ、家族も時間も大事って、まあとても大事ですけど、でもまあこっちのねお金の悩みだったり人間関係の悩みだったり、まあそういったね悩みっていうのは結局はね、お金でね解決できるっていうね、そんなことですごいよね、お金ってね、まあありがたい、まあ、悩みをね解決してくれるアイテム、まあアイテムっていうのはね、まあ結局は道具なんですよね、お金っていうのは。まあそれでね、お金道具でね、まあお金でね、まあ人を幸せにプレゼントしたりとかね、まあね何かね自分を幸せにしたりもできるし、誰かを幸せにもできる。だけど逆にね、お金でねすごくね嫌な思いしたり苦労したり、そんな風にね、まあ風にねなってしまう。お金はね、あくまでも道具であるけど、その人のね、まあ、扱い方によって、まあそうやってね喜ばれるものにもなるし、苦しめるものにもなるっていう風にね、まあ、あくまでもお金は道具っていう風にね、まあ、自分はね捉えていて、まあこれね道具っていうと、まあ包丁でね、すごくね、話するとね、分かりやすいと思うんですけど、包丁をね、まあ、料理をこうね、作って、まあ、提供して、まあ、人にね、感動を与えること、まあ、料理人の方ですと、まあ、家族でもね、まあ、料理、美味しい料理作ると美味しいね、って言ってね、感動させてくれたり、そういうプロの料理人はね、あ、これ素晴らしいって言ってね、まあ、感動までね、させられることができる包丁一本で、まあ、包丁一本だけじゃないかもしれないですけどね、火とか使うからあれなんですけど、でもね、そうやって料理をするためにね、包丁って使うものなんですけど、本来の使い方はそうなんですけど、それでね、まあ、人を殺めてしまったりする。それでね、周りの、まあ、そのね傷つけられた人もね不幸ですし、周り、まあ、もしね亡くなってしまったりしたら、まあ、その家族だったり周りの人もねすごいね不幸になってしまうっていう。包丁もね使う人によって、まあ、感動もさせられるし、そうやって不幸にもさせてしまうっていうね、そんなものがね、まあ道具だと思うんで、お金も一緒で、まあ人をね悩みも解決してくれるし、まあそれでねお金も苦しむこと、まあ自分のね捉え方一つで全くね違ったものにね なるっていうようなね、そんなものですね。お金はお金で、あくまでも道具。それでね、自分はね、よくね、意思があるとかね、そんな風にね、言うんですけど、まあ、それもね、まあ、自分はね、そういう風にね、ちゃんと思ってて、やっぱりね、お金を否定する人のところには、お金もね、入ってきづらいのかな、とかね、そんな風にね、思ったりもね、したので、まあ、その方は、もしかしたらお金に相当苦労されているのかな、とかね、まあ、そんな風にもねすごくね感じた、そんなね内容だったので、ちょっとねまあ愚痴っぽくね、本当に愚痴にねなってしまってるんですけど、まあそういったね批判的なね、まあお金を否定するのはまず間違ってますし、まあ自分をねこう否定するのはいいんですけど、そのね時間が大事って言っときながら、まあ自分にねそうやって批判をねしてくる、そういったね時間、まあ一回しかね LINE 来てないんで、自分がね返しても、まあな何の、ね、返事もねリアクションもない既読にもならないってね風にねなってるんで、あれなんですけど、まあ本当にねその時間もね大変なね労力かけてね書いたと思うんですけど、まあもしかしたら思いの丈をね全てねぶつけて、まあ何も考えずにね書いたのかもしれないし、ちょっとわからないんですけど、そういった労力とかね時間もね本当にね無駄にしてるんじゃないかな、時間を大切にしてね、する、大切って言っときながらそういうね無駄をしているんじゃないかなってのこともね思ったりもねしました。もっとねお金をね否定する前に、まあねお金の道具っていう風にね捉えて、それでね、まあ自分のね悩みとかそんなのもね解決してくれるすごいねアイテムだっていう風にね、そんな風にね捉えてくれればいいなーなんてね、そんな風にね思いました。はい、ではね今日はねちょっとね否定的なね、まあ愚痴的なね内容になってしまったんで、まあねあんまりねこう気持ちいい動画ではなかったかもしれないんですが、もしねそれでもねいいねっていうのをね押してもらえるとね嬉しいなーなんて思います。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、
では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。